はいどうもこんばんは遅くなって申し訳ないですえっ、ー、と23時始まりがこのぐらいになりましてまた終電は無理だなという時間になってきましたえっ、ー、とリツイート侍第2回始まりますえっ、ー、とですね本日はまあ普通のフォーマットであの先週はまあ第1回ということでちょっとお祭りだったんですけどもまあリツイート侍 企画はできたけど、この調子でやっていいのかどうかみたいなところを、あの本格的に始めてみたいと思います。えっ、ー、と、パソコンの画面映りますかあ、映りました。えっ、ー、と、本日のメニューは、えっ、ー、とですねあの、まあ、リツイート侍の、えっ、ー、とですね、まあ、コーナー、自分のコーナーですけども、今週の RT したりされたり、えー、こういうコーナーを作りまして、 まあ、リツイート侍の本来、まあまあまあ、発端であるリツイートで、まあ、説表あの辞表をしていこうと世の中何が起きてるのかなをツイッターのリツイートから見ていこうということで、えー、今週の RT したりされたりで、まあ、主に、まあ、私がどんなことをリツイートしたかまた どんなふうなリツ,イあのリツイートがまた人によってリツイートされていくというふうなのも見れるんでところがですねあの今日は実は森だ今日というかですね先週から今日までの1週間の間に結構あのリツイートネタが多かったというかあのいろいろばらけてリツイートばらけて細かい話をしたらいいのかななんて思ってたところがですねあの ビッグトピックが2つぐらいありまして、それにもう今日は絞ってお話ししていきたいと思います。あと、適宜あのツイートしていただければ、お,お話ができていいなと思うんですけども、よろしくお願いします。えー、とまず最初、あの一応、目次的に今日のトピック2つは、1つはやはりあの坂本龍一教授の北米ツアーが US ストリーム配信されたことですね。 あれがまあ結構エポックメイキングだったと思うんですけどもそれについて1つもう1つがですね今日までちょっともうドタバタしていたんですけどもあの尖閣諸島でまあ中国漁船が衝突してきたビデオがあるないから出せ出さない最後は流出してしまって YouTube に流れてさあ困ったみたいになったら本日ねあの一応私が流しましたという人が自首してきたりしてまあこれも1つ面白い 事件だったと思うんで、これを取り上げたいと思います。ええー、と、まずは坂本。隆一さんの。あの北米ツアーの。まあ、ユーストディ、ユーストリーム配信。ええー、とですね。あ。リツイートなんで、ちょっとランダムなものも入ってるんですけども。ええー、とですね、これ。秋葉原事件とか、なんか、これは。一番、一番というのは、ちょっと、あの秋葉の。 尖閣諸島の,方の話がこっちに間違えて入っちゃったんですけども、まあ、これはですねちょっと後の方に撮っておきます,、えーとですね、2番3番、えーとですね、実はですねあのこの、えー、とですね北別最後のロス公演なんかはあの私トゥギャッターをあのしながら聞いてたりしてですねそれがまた人にリツイートされたりして。あの 結構自分のまあ趣味でですねちょっと記録的にあのまあ留守番組を録画するような感じでトギャッターしたりしてるんですけどもそれが人によっては役に立てたり自分のまあ、あの他の人はどんなふうに聞いていたかみたいな感じであのリ,リツイートされましたそれが面白かったなと思っていたらなんとですねあの当の配信者であるデジタルステージの平野さんなんかもあの トギャッターをお気に入りに入りりててくださったりしてです、ね、あの自分でもこうやってユースリームの番組やってると思うんですけどどういうふうな話に世の中はなってるんだろうっていうのがわからないんで実は「トギャッター」って面白いツールであ,のあそこに集まってる言葉をですねあのリアルタイムで読むのもあれなんですけど録音みたいな形でとっとくと結構その時の,あの雰囲気がですねあのもう一回あの まあ再生でできるとといいいう感じで面白いツールだと思いますそれとはこの t o g t ッターは実は今日何かあの発表があったみたいなんで発表というかあのプレゼンテーションあったみたいなんですけどあのグッドデザイン賞に t o g t ッターは選ばれたんですね。えー、とまあ他にあに AKB48 が選ばれたりしてちょっと何がグッドデザイン賞なんだというのがありますけども。 トゥギャッターも選ばれて、著者さんがあの作者さんがこの会場から今日ちょっとああ Ustream じゃないですけども中継というか報告してましたね。えー、それであの坂本龍一さんの、まあ、北米ツアーなんですけどもあの、まあ、音楽っていうのは聞いてるとも感動その場で感動してるだけそしてまあ,あれだけのやっぱり規模は実際のところ あの世界の坂本だからできるみたいなとこあ,あって私たち一般の、まあね、ネットユーザーからネットワーカーというかからしてしまえば、まあ、本当にお客様になるしかないわけですけどもそれに関してですね面白いことを、まあ、言ってた方がいて私がそれを、まあ、リツイートさせていただいたんですけども。あの 福岡の方で「陳謝やリターンズ」って番組をやられている陳さんが面白いことを言われてましたね。えー、っとですねやはりあの、まあ、規模が違う。たとえそれがユーストリームだからあの平野さんたちが有志でボランティアでやったと言ってもやっぱり世界の坂本の、まあ、配信ですからあのレベルが違うわけでそれに関してですねあ,のあそこを狙ったらやっぱり普通のユーストリームは、まあ、あそこを狙ってはいけない。 みたいなことをちょっっっっととおっしゃってて面白かったですというのはねあの、まあ、結局うーんとああいうふうなあの、まあ、王道のユーストリームもあるけどもやっぱりあの,このいう、まあ、私の番組もこの,あるあのリツイート侍もそうですけども小回りが利くあの配信もあるあとですねやっぱりやりたいあの何か配信したと思ってる人が あのできるところにユーストリームの良さもあるんで陳さんの意見っていうのはあの非常に面白かったなと思います。要はですねあのまあこれはね昔流行ったあのポッドキャストでもあるんですけどもあの音質とか何かにこだわってると非常にあのプロもアマチュアもまあ紙一重みたいな技術があのされて世の中に後悔されてしまってるわけなんですけど。 やっぱりですねプロ,プロと、まあ、あのプロアマというかです、ね、本当の素人ただダダ漏れで流すみたいなレベルじゃなくてやっぱりあの小回りや自分の生活体験を生かす放送をしたい人たちと、まあ、あの北米ツアー配信とは狙うところが違うんでその辺を勘違いしてやってるとあまりいい結果を得ないそんなところでしょうかああこんな感じで。 とりあえずですねまあこれはあの本当に素晴らしいことがあの北米ツアーのユーストリーム配信はまあ素晴らしいことが起きたとしか言いようがないんでまあこの辺でですけどもあの自分たちの身近に起きてこれからのユーストリームやネット社会を占うとしたら今回の尖閣諸島の漁船衝突映像の件の方が生活に近いかもしれないですね。 ちょっと話をじゃあ2番に移ります。えっ、ー、とですね、まあ実はあのそうですね、最初にあの第二回のリツイート侍ではあの思いついたのはあのここでテレビでまあ放送されたあの映像っていうのが国会議員向けに6分であってところが YouTube では44分で確かにあの。 映像はですねあの44分の中でもまあ本当はもっと2時間ぐらいあるらしいんですけどもあのやっぱりちゃんと編集がされていてあの結構臨場感があって僕も最初に YouTube で見た時はあ,あこういうこれだったらもうあのどちらがぶつけてきたかっていうのは自命の利だしあとですねあの海上保安庁の,あの人の声なんかも入ってて臨場感が非常にあって。 この YouTube はすごいななんて思っていたんですけども開けてみたらそれがまあ無断でに配信された流出映像だったというところからまあ問題が始まってるわけですけども、えーとですね、今回の問題は自首しあの犯人というか犯人とまあ言ってはいけないのかな、えーとまあ、後悔した人がとりあえず自首してきたんで一応の第一幕はあの終わったようなところあるんと思うんですけども。 あの入手先は確かにまあ合法的じゃないのかもしれないですけどいったん流れた映像に関していろんなことを言う人たちがいるんだけれどもあの映像的にはやっぱり全然もうテレビであのぬるいことをいろいろやったりあとメンツだとか言ってる人たちがいるけども YouTube の映像を見ればもうそのままでわかるというのが非常にあの。 今僕たちがユースリームでやってることと似てるんじゃないかなと思いましたね。それでまあそれに関するリツイートなんていろいろあの上げたものをま,あまたここ集めてきたんですけどもえとですね実際急展開あったのが今朝の朝刊にも出てたんですけども結局ネットで配信してもあのネットカフェとか使えばまあ足元は使わないよっていう。 甘い考えであれをやると、まあ、自首をしないと駄目なことになるよっていう僕はちょっと教訓めいたものも聞いあの感じたんですけどもただあの挙げた行為っていうのはやっぱりどっか義墳めいたものがあったんですかね。ただその義めいたもの義ももでやっぱり 実はネットカフェでもねあの今日テレビでニュースなんかでもやってましたが足はつくわけなんでグーグルも資料を出すと神戸のネットカフェまではあの抑えることができたということなんであのまあ悪いことをやったらまあ捕まるというのはこれは仕方ないんだななんて思って見てたんですけどもそうかといってですねあの誰かかが流さなかったら、まあ あのグーグルに流れないわけなんでそこはただな、あのー、流れたあとはもう勝手に一人歩きしますねそれがまあ今回は身に染みたという感じなんですけども、えー、一応今ここにまあニュースの拾ったニュースが書いてありますけども 一番の問題はですね、最初にあの石垣島の海保とかが疑われたりあと沖縄の那覇の知見が疑われたりしたところであの実は挙げたのが神戸であったということで最初はあの複数犯かどうかみたいな話もあったんですけども実際はどうも結局あの海上保安庁の中でまあどういうふうにビデオが回ったのか分かりませんけども。 どうも、まあ、神戸の人が自分で判断してあげたのかなみたいなところが今の感じだと結構ですねあの僕たちはやっぱりネットとかですね道具とんでもない道具を結構手中に持ってるというか個人がですね結構このメディアというものをあの相当なまあメディアをですね僕たちは実は自由に使えるっていうことに。 の時代になってたっていうのはここに来てようやくですねあの世の中分かってきたのかなみたいな事件だと思うんです。それは実はねまあわかる人はあの先端の人はみんなあのこうやってユースリムを始めたりまたあのいろいろな新しいメディアを始めたりま電子書籍なんかもそうなんでしょうけど始めてますけどそれが一般に伝わるにはやっぱり何度かですねこういう揉まれる あの試練みたいなのを通らないとダメみたいなんですけど今回はやっぱその一つの試練だったなと思ってこれによってですねあのだいぶなんか世の中のですねネットやあと YouTube とかの印象が変わってきたんじゃないかなってちょっと思います。ただあの ネットの使い方が変わってきて、はっと気づいた時にはもう変わってるんですけど、あの実際今日今回のあの流出映像の話なんか見てると、YouTube でこんなにメジャーだったのかなみたいな気がして、あのテレビを見てました。今までね、あのちょっとあの画面にも書いてありますけども。 あのテレビは非常に停滞していてそれで YouTube なんかでどんどんいろんなものが流れて先週のちょっとタイトルでも使ったんですけどねあの、まあ、女優の新垣結衣さんなんかがポロっと言ってるのがね暇な時何してるっていう時にあの、まあ、あの動画配信を見てあの友達から面白い映像があったら教えてもらって動画配信を見てる。 そういういことを言ってたのがですねやっぱり若い人たちはもう実際テレビよりもそっちの方が面白いというふうに流れていたと思うんですけどもただ今回あの事件が起きるとですねい,あのいかにやっぱテレビの,あの、まあ、作り出た,たちっていうのは真面目にやればすごいんだなというのはあのちょっと思いました。 YouTube なんかもあれだけまあ使い放題に使ってるしあの今までねあのテレビでネット見るといいとこ Google マップでとか Google Earth であの地図が出てくるなんていうのがちょっと画期的でしょうみたいな感じで使ってるぐらいであと実際はねアンケートでなんかチャット画面が映って Twitter の画面が映るぐらいの地味な映像的には地味な使い方がされてたと思うんですけど今回はもう YouTube の画面を。 あの結構きれいに写ってましたねそれを使ってあのテレビ番組やってるんであの本来の一番の問題はねあのテレビ局にも一昔前だったらテレビ局に持ち込まれていた映像がですね YouTube に個人で上げられてしまったというのが一番の問題なんですけどもテレビ局の方が、まあ、ああいうふうにまあ 刺激的な映像を流していたという YouTube の映像を流していたというのが非常にうんなんか時代変わったなとしたろさん豆腐屋さんから足がつくのは承知の上だったんじゃないんでしょうかとかっていうあたりがありますけど本当に今のお話面白いんですけど、はい、やはりこうし新聞とかテレビの情報を、あのー、丸飲みした上でのなんか解説になってるあたりに。はい ちょっとなんとなくこう大丈夫かなってあたりが思うんですけど、うん、あれ、本当にそ個人的にやったことなんですかね、その流出に関してもですね、もともと誰かが、うん、後々実施するという前提の上でで、うんねね、ヤクザが、ね、よく使うような。ヤクザさんとかね、まあ、そういうあのドラマ仕立てになると。 あのそういうあの陰謀説ってみんな日本人好きだなと思って昼間もそういうあのツイートを人としてたんですけど僕ねやっぱりただあれそそっかしい人がやったような気はあのなんでねちょっと新聞とかテレビの受け売りになったかというとこれ言うと多分、ね、これ僕の意見でしかないんであの一番最後にしようと思ってたんですけど僕的にはですねそそっかしかったんだと思うんですよあの人は。 やっぱりネットカフェで流せばただあんまりよく考えないで結局ネットカフェ選んだりなんかしてね結局自首したっていうやり方がねどうもなんかやっぱり晩酌尽ぎたっていう感じがしてそれで43歳だったかななんかもう大人でしょって言うんだけど僕もねあの49ですけど40代でもあんまりあの公務員で組織に守られてるとそんなに大人になれる機会って少ないような気がするんですよね。 あのビデオっていうのは、そうか,かなりこうあの国家的に重要な映像じゃないですか。あただ、そこがね、一つ問題があるのは、あれ、要は、なんでじゃ神戸であげたっていう問題も一つあるんだけど、結局、あの学校とか会社、僕もあのサラリーマンの頃って、あの反則用のビデオが結構、平気であのパソコンの中で流れてた記憶がある,とあるんですけど。 すると実はあの、海保の中でね、もう教育用ビデオみ見たいにして流れてた説もあるんですけど、そんな感じの映像をたまたま自分で外に持ち出したってだけなんじゃないかなみたいな気はするんですけどね。じゃあ、今回の,あの流出に関しては、ええ、え新聞テレビ報道に関して、特に疑うべきところはないと、あの通りであろうということですかね。うーんと 新聞テレビもねあの陰謀説も何もまだ取ってないと思うんですよ。分かんない、結局ね、正直に結構、まあ、僕の見てる範囲のニュースだと分かんない、これから調べるなんて言ってみんな忘れちゃうだけになるんでしょうけど僕はね、多分逆にあのその組織の中の資料とか映像の管理の方がいい加減だったぐらいで個人の。 おちょちょょやったんじゃないかなみたいな気が僕はするんですけどねどうですか、なんか、あのー、見られてる皆さん、ツイートでご自身の意見、読みなんか、あのー、佐藤真さんが読売記者に語ったことは、国民には見る権利がある、解保の誰でも見れて、国家機密扱いされているものではなかった、誰もやらないから自分がやった、確保はしてる。 まあ、これは本当に語ったのだからこれはねあの語るのは簡単だと思うけど結局こういうあの恥,恥ずかしい言葉を平気で言う愛国心というのは非常に危ないなと思うんだけど、うん、あのなんか言葉自体がんかほらあのー、ねいいいい僕,僕たちの世代ですと。うん あの覚えてるのってあの、うん、ロッキード事件とかってあるじゃないですか。えー、であれもこうあの長野ルートっていうのは結局捕まったわけですよね角栄さんね。えー、で国会でまであの記憶にございませんって言ってやって、うん、で実はもう一個小玉ルートっていうのがあったって児、まあ、玉師匠っていうのは有名ですよねその頃から大物っていうんで、えー、でもあれはその当時その小玉ルートっていうのが実はその。 中曽根総理ですよね、元総理が担当していて、で当時、向こうはキッシンジャーさんがまだ現役の頃で、えー、キッシンジャーさんの方にお願いに行って、児、まあ、玉ルートの方を上げないでくれっていうことで、でアメリカが児玉ルートを出さなかったなんていうのが、まあそれが本当かどうか知りませんけれども、うんまあ、まだ言われてますけれども、あのー、やはりこう、た絶えずこういいん陰謀、 国家的なそういうね暴,暴力ってうかうん、うん、戦暴虐というかですねそういうのっていうのはんかこう,う,う疑ってまああの、うん、単に若い人が、ええ、あの妄想的にそういうこうあの神,神がなんか私に人を殺せと言ったとかっていうような妄,うん、うん、妄想はやばいんですけど、ええ、その一応50年近く生きてきた中でですね新聞なりマスメディアのここは。 あの信じるけどもど,どうもこの辺りは危ないなみたいな、うん、そうですね<そ>、うん、あのね僕もあのただね書いてあったことはまあ書いてあることは嘘のこともあるけど書いてあったことはまあその通りだのと思ってあの受け取るしかなくてあの陰謀説の人たちってそうじゃないかなみたいな話でやるじゃないですか。 だからそれは結局新聞の発表と同じだと思うと結局自分がどのニュースを撮るかなみたいな形だと僕はあんまり陰謀説付き合っててもなんか答えが出なくてあの時間の無駄だなみたいな感じがまあするところなんです考えるとね確かにあのじゃあもっとすごい話になっちゃいますよね。結局実ははやっっぱりビデオはあのじゃあ石垣島にあってそれをねじゃあ神戸で 神戸の人間がじゃあやるってすごいい組織的犯罪じゃないですかそこまでの組織力が逆にあるかなって僕はかえって思うんですけどねいや国だったらありますよね国、ええ、あるかな役所の仕業だった、ね、んですかねいや僕はね自分の知ってる範囲の自衛隊の人たちを見てもね僕はそんなにねひとま要はね命をかけてお あの僕、そうだなだか、ね、20年前だったら分かんないけどやっぱり10年この何十年かの間にね教育受けてきた教育とかねあと流行りの漫画とか小説とかいろいろなもので命をかけてね,いやあのね命をかけて国を守ってないとは言うつもりはそれ仕事としてはねあのやってると思うんだけどでも。あの なんかその二二六事件みたいな形のね。話ってのはリアリティが僕は感じられないんですよ。いや、単純にこう嫌がらせとかっていうのもあり得ると思いますよ。何かに対する、うんうん。でもね。冷静に考えた時に、あの。僕中国と戦争はできないと思うんですよ。うん、まあね、あの、その世界で、なんか第二位か第三位の。 軍事力だからやればできるる言ってる、まあ、危ないこと言ってる人もいるけど僕は逆にね自分も死にたくないし知り合いにも戦争行ってほしくないしだからとにかく抑止力としての武力はあのまあ兵力はまあ仕方ないんだろうけど使ったら負けだと思うから今回のやつはでもどう考えても。 ねその結局、内部であのビデオを外にまあ出したい人がいたんとしても、そのぐらいじゃないのかなあ,あれはどうですか、その,の YouTube が差し押さえされて、これが国民の見る権利があるかどうかは知りませんけど、おそらくないことは、全くないことはないでしょう。うん あの国のお金で動いてる骨だしただね、そこはね、えー、あの結局あの、どういうんだろう、あのーそのね、陰謀論の,との,、ね、あの、いろんなものの見方ができるっていうところに、僕、陰謀論にいつも加担できないのはあの、今回のね、国民が見る権利があるとかいう以前に、例えばあれ、最初から国家機密でねあの隠してあったわけじゃなくて、いちいちはだから、あの敵、 まあ何十人も閲覧できるような状態ってったのがやっぱり中国をの神経を逆で釣るとはしてはいけないということで政府があの国家機密に途中からしたわけですよね僕そう思うんですよ、そう思うとね、あの最初から国家機密だったら本当機密なんだろうけど途中から国家機密になっちゃったからもうその時点で流出してるじゃんって思うんですよね。うん その辺はやっぱりこう、民主党がまだまだこう、政権としてあの一枚岩になってないんでまあ、そういうこう、グダグダが出てたかと思うんですけどまあ、何にしてもこの神戸ってあたりに嫌なのがほら、ウィニーとかの警察で取り締まってるの全部京都府警じゃないですか烏山省ですよね。 あそこのハイテクなんとかっていうのが全部やってるじゃないですか,なんか東北だろうが四国であろうが東京であろうが <laughs> でもあれなぜかねあの山中さん的にはウィーニーの作者が逮捕されたじゃないですか、はい、あれなんかもうやっぱりそういうあの国家権力が関わってるってお考えなは話ですかそれはいやあれはやっぱり烏山署のこう自己権利じゃないですか警察の中でのそういう,うあの。 合戦の一つじゃないですかねだから今回もねだからこの個人のまああのまあ先走りかねあとまああってもいいとこなんか同期のねなんか連絡の横のつながりがあったかもしれないけどでもそのぐらいで陰謀までいかないような気がするだから結局陰謀ってのは見る側が勝手に陰謀にしちゃうんじゃないかなみたいな気がするんでそれでねあの 今ちょっと画面にあるんですけど、まあ、話を変えてあのまあなんだかなみたいなあの思われる人もいるかもしれないけどこの前ね Facebook で僕テネシュー州のねもう結婚されてる女性でなんだかんだわからないけど僕も英語は得意じゃないんですけど写真共有でね友達になったグループがフロリダとかなんか南部の人が中心のなんかグループみたいなのにの一人の女性がねなんか23今日 フェイスブックで話し合った人たちを私はみんな削除するみたいなねことを書いてあのいるのを見かけてあのでなんで話がねずれ違うなんじゃなくてアメリカ人が、ね、なんかネットの喧嘩見てるとね本当喧嘩をしてるって形でねあ,のあんまりなんかねそのいろいろああでもないこうでもないって考えてなくて。あの 日本だと、ね、すぐあの、なんかミクシし疲れとか、ね、いろいろあの内面の問題にあのどんどん持っててあの白黒つけないあの判断に行くんだけどフェイスブック見てたらあちゃんと喧嘩してるんだなんて思ってみてあの日本のまあ、ね、それはニフティあの頃から論争みたいなのがあったかもしれないけどどうも、ね、なんかあの決着のつかないあの内面的な戦いに終始してるなみたいなのが。 実はその陰謀論のね、なんか元が、陰謀論って結局、読んでる人が自分を納得させるために作ってるだけな感じがして、結果、発表された事実を積み上げて、判断するしかかなななな。いいいんじゃないかなみたいなあのリツイートダムライからちょっと離れちゃうかもしれませんけど、えー、やっぱ陰謀論でいうと、一番大きいのって、911だと思うんですよ。えー あれが結局ブッシュ政権のやらせなのか、うん、それとも本当なのかうん、うん、この辺どういうふうにとしさん僕もあれはねおっちょこちょいの、ね、イスラムがやったんだと思いますそうまあだんてこれはだ個人の意見だからしょうがないですけどあれもね結局そんなにイスラムのやつらは組織的に動いてたとはやっぱ思えないんですよ。 確かに神のもとにねあの教えの,まあア,ラーのまあアラーでいいのかなちょっと言いかけなこと言うと怒られちゃうけど宗教的なね戒律とかでも宗教的な戒律がもうないんじゃないかなそんなには。それもやっぱりねあの内面の問題で思い詰めたねやっぱりあのイスラムの跳ねっかりの人たちがでも自分のいいように競技を盾に取って過激派になって結局は自分の気に入らない ことを、ね、あの潰そうみたいなそうするとなんかあの日本の尊皇攘夷なんかもなんか似たような話だと思うしあれですよね赤軍派にも通じて結局ヒステリー集団ですよねここまでいっちゃっていいのかなみたいな気がするそんな感じですねだから僕はインポーツって言ったらどうも、ね、なんかヒステリーそれが集団ヒステリーになってるなんかすごく心理的なものに思えるのが僕のまあ僕は多分単純化して考える人間なんで全てを多分 こういうふういいふに考えていく侍だと思いますそうなるとねあの今あのネットってのはかえってやばいかなというのがそこにあってあの昔はねだからあのまあ跳ねっかりがね一人じゃやっぱり何もできないからみんな募って徒党を組んでな日本なん、まあ、とか通って作ってねあの尊皇上位をやったりもしくは、まあ、あのクーデターを起こしたりするけど結局は。 あのなんかわからないけど自己満足のクーデーターみたいなレベルでみんな終わっちゃってるのはどうもそのねえんか内面の問題をたまたま身内の中で出たシュヒステリーみたいに思えなくもないような気がするんでそうするとそれにはでもネットってすごくいいツールなんじゃないかなみたいな気がするんですよね。どううでしょう 子供っぽすぎる発が <laughs> まあその満州事変にしたって、うん、その昔からそういうね、うん、あの、まあ、ね,ねつ造っていうか喧嘩するためにお前ちょっと肩っ,っただろうとかお前俺の目見ただろうって、うん、ま,ずまず因縁つけるっていうのはだからその時にねふわらい動する人間が多ければ多いほど、あのー、ああいうふうにまあ やっぱ戦争もねやっぱり本来ちょっとねあのヒステリーなところで起きたりするしでもブッシュが今日ねなんかバカなこと言って「小泉はねあの仲間の同盟国としてあの一番なんか自分にあの協力してくれた」なんか言うけどもでもブッシュでさえも昔戦争したのに今は同じ目的で 同盟国として入れるなんて言うからやっぱスパン的にはでも太平洋戦争忘れてないんですよねただから日本人だけなんじゃないですかねなんか太平洋戦争のこともう10年一昔になって忘れちゃうみたいなのはまあまだブッシュの方が何かああ歴史的にバカもね結構ブッシュってのはあんまりなんか頭良くないなと思ってたけどああちゃんとでも歴史的にものを考えてるんだって今日ちょっとブッシュのニュースであの。 ブッシュを初めて感心しましまたけどね,ねだから僕はそんな感じかなだから陰謀がねあってどうのこうのであのもしかするとそういう勢力っていうのはあるのかもしんないけどそれが結局にやっぱり乗らされた人たちが一番バカ,かバカなんだなっていうかかわいそうなことになったりするんじゃないかなと思うんで陰謀好きな人はいるしあの陰謀やっぱり。 やっぱりあの人を動かすのが上手ない人たちってのはいると思うんで、問題はそれに乗るかどうかっていう僕、例えば極端に、これ今、ツイートで、憶測、かなり多めですねって出てますけど、ここでいうと、この憶測の定義なんですよ、でまず現実として間違えないのは、おそらくあの流れたのは CG じゃないし、実際にあった事件のビデオだと。 でそれだけであって、ええ、それ以外は何も分かってないと思うんですよ、うん、でもまだ、あ、分かるじゃないですかあの一応ビデオってのが本来はあの石垣島と那覇にあっただけなのが神戸でアップロードされたわけですよねそこまで疑っちゃう僕もね確かにグーグルがね情報出したってのにちょっとびっくりいやこんなに早く情報出したのにびっくりなんだけどでも一応今日実はねまあこういう話の、ね u ゥツデー d a y の三上さんがテレビに出ててるので改めてこの番組一生懸命あのこのニュース一生懸命見ちゃったんですけどあのその番組の最中に自首したって出てきてでもそれはやっぱ一応テレビで流れるのはまあだから憶測は今いろいろ喋ってるけど事実は事実じゃないですか。でうん 自主したのが事実なんですかねいや僕ねあの、うん、秋の大統領がフィリピンで殺された時にあ、うん、あの秋の大統領をピストルで殺した男がすぐに殺されたじゃないですか、うん、であれ見た時にやっぱりこうでもあれはだから多分ああいう国だしあ殺したやつをすぐ殺したってことにはいかにもそれ自体がもう陰謀の。 裏付けになるそれも事実だと思うんですよただ今回ね、僕、一つ、自首した人がね、もう一つ裏があったとしたら、この人が嘘を言ってるとか、勘違いしてね、結局やってないのにやったって言ったら、またちょっと振り出しに戻ると思うんですけど、まだその可能性は実はあると思うんですけどね、でも明日の新聞見てみないと、また分かんないよねそこで新聞、まあ仕方ないんですけど、うんえー、新聞とか以外に僕らその人に会いに行くわけにもね、見た気がないですから。 でも例えばその新聞とかテレビ以外のこうとに書かれてることを考えるとそれが妄想だって言われてしまうとこれ,これはどうなんだろうと思っていや妄想だからそれも事実か分かるまでは妄想とかイマジネーションの部分だと思うんですよ。あのそれはだからそ人によってのものの考え方の違いもあるんだけど。あの やっぱり事実に基づいて物事喋っていかないとダメだと僕は思うんですよ。それがねあの今回リツイートの最も引用であるか創作であるかの違いも同じでやっぱり事実に基づいてあと人がねだからやっぱりそのツイートをリツイートする時もそれが事実であるかどうかというのは非常に僕大切なことだなと思いながらあのそれでね僕たちの指先からは簡単にリツイートを生み出すことができるんだけど やっぱり僕のなんかねリツイートする時にねなるべく URL とか参照先を入れたいのは、まあ、責任分散じゃないけど僕の僕の指先だけから生まれたことじゃなくてあの、まあ、仲間他にも言ってる人がいるよっていうことでただね複数騙されてることもあるし複数妄想を見てる時もあるからそれが絶対正しいってことにならないんだけどでも結局はリツイートの,あの基本はやっぱり事実かあの要は引用か。 事実か感想かっていうのをはっきりするところは本当はですね、うん、ネットっていうのは、その僕らが新聞とか、うん、テレビで見たこと以外がもうそうだっていうところを、うん、あのネットを通じてその、もう少し、うん、新聞やテレビ以外の,その事実なりなんなりに触れるための道具だと思うんですよだからそれが多分、ソーシャルってことなんだと、僕、違いますかね。 だからソーシャルっいうのはもろ刃の件だとは思いますけどソーシャルになってあの検索っいうのが、ねまあ、事実だとちょことはちょっとあの、まあ、ソーシャルのちょっと前がグーグル主義じゃないけど検索の結果こういうことがありましたというといかにもなんか正しそうな感じだけど実はそれ自体が嘘だったみたいになったら全部ひっくり返されるわけだけどソーシャルの場合っいうのはあの8割方真実だけど あのー、その8割はかなり信用があって簡単にはひっくり返されないぞっていうところがソーシャルの強みかななんて僕は思ってるんですけどまあちょっとソーシャルって分からないんですけど要するに事実っていうものは、ええ、あの本当にこの前のやつだと本当にビ,ビデオのに映ってるその情景ぐらいしかなくて、ええええ、あとは結局 誰を信じるか自分がどう思うかっていうことに尽きると思うんですよ。でもで、うん、そこでそのすごい何,何万って流れるツイートの中からどうも私はこ,これが事実だと思うというのがリツイート侍かなみたいな。ええ、それはあってそれでもねあのでもね、まあ、リツイート侍にしてもね全然自分には自信がないんですよ。だからやっぱり事実を積み重ねていくしか あのまず人を説得でできないと思うんですよね特に僕みたいな人間がもう一人いた時にやっぱり常にリツイート侍 A がリツイート侍 B を説得する時には事実の積み重ねしか相手を説得することはできないんで URL の参照先のリンクの束を見せるしかないというあのことでリツイートをやってたりだからブックマークになっちゃうみたいなところがあるんですけど。 そんんなな感じのリツイート侍なんですけど <laughs> すみませんじゃあ次進んでください。いやいやこれでね結構だいぶもうあのいいツッコミいただいたんで多分その山中さんが今言われてじゃあなんであの正しいか正しくないか判断するのっていうネットのねあのそれをネットの力をそれに使うっていうのが多分それがソーシャルっていうことなんだと僕は思うんですよ。これが、ね、結局自分 の頭の中で考えていることをあのきっちり形にできたりそれに対してそれが、まあ、現実に対して力として生きるかどうかというのはやっぱりもう一人の人間を説得したりもう一人の人間と話し合ったりそういうことでしか実は自分の。 正しいかどうかをまあ強化する方法はないんじゃないかなみたいなのでそれでねあのただ今ネットの中であの自分一人であのものをねあのあでもないこうでもないって考えてそれであやっぱこれが正しいと言ってあの決起して YouTube に流すというのはまあねあの一部で流行ってると言葉だったらオンライン事故っていう独りよがりでしか。 なないっって思って思それを防ぐのはやっぱりソーシャルによる武者修行しかないんじゃないかなって思うんですけどね話がちょっといやそれね、ええ、その2ちゃんのひろゆきさんが、ええ、そのネットに書いてることを、ええ、本当か嘘かを見抜けない人間はネットしちゃいけないって。うん いう,ふうに何かに書かれてましたけど、ええ、これは、まあ、まあどう見るかわからないけれどもでも一つの真実だと思うんでですよでもねみんなは見抜けないと思うんですよ。ええ、あの僕もだからねさっき言った通り見抜けたい時はあるからやっぱその時は見抜ける人の力を借りるしかないんじゃないですかね。それはねやっぱね師匠が必要なんですよ。時代かもしれないけど侍にはやっぱ師匠が 侍師匠じゃないいですかいやだからそろそろね、そこが今回ねあの、昼間ちょっと人と話してて、子供の、僕ね、最初ね、20代の人がやったと思ったんですよ、この流出は。それしたら開けてみたら40じゃねえかよみたいな話になって、それでね、でもね、僕、でも40もそんなに大人じゃないだろうって、ちょっと思うんですよ。いろんな、今、なんかとんでもない犯罪を起こすやつらも結構いい年の犯罪者多いですよね。 それをまあ、ね、あのファミコン世代だとかなんとか世代だっていうのは勝手なんだけどそんなにもう年齢で大人だとか子供だとか言えなくなってきてる気がしてやっぱそうなると子供には師匠が必要な気がします要するに今の子供には親がいないとそれは言えますね親戚のじゃないや近所の怒ってくれるおっちゃんもいないとそうそうですね それはいい,いいまとめ方だそれ,でそれがソーシャルなんですよやっぱりだからそれがなくなったからネットの上でそういうソーシャルを気づ,かない気づき上げないとだめみたいになってきたのかなそうかもしれないですね、うん、ただねネット上のソーシャルもいろいろあってミクシーにはソーシャルえない感じないけどフェイスブックにはちょっとソーシャル感じたりする自分の底の浅さが嫌ですけどね。 いや分かりますよミクシーはやっぱり、あのー、あのなんていうんですか、あれは掲示板ですね、また、ね。掲示板っていうか、やっぱりむ <laughs> 村ですからね、お互いにこう相手の本当に嫌なことは言わないというのは約束構造ですからね。またどうしたらいいんだ、この話はって言われてるけど、結局はまあそういう話になるんだよね、僕たちの話は。<laughs> メディアに挙げられている人間が固定されていたのが、ええ もともとあるメディアの見抜ける人を待っていては残念、うん、そうということですよ、うん、やっぱり侍だから刀振り上げてくれって話ですよだからそれがねそもそもね妄想なんですよ自分の刀をも自分の刀を持たないとだめだなと僕は思うんですけどねいやだからあの敏郎さんの話ですよ、うん、そうだただねうん 今日は結構でもいい話にまとまってきたなと思って結局はね最後に言いたかったのはねああとにかくオン,オンラインでねあの内面内向的な話ばっかりだなって今日思ったんですよこの東風屋さんの、うん、明日の新聞を待たない,たないとというのがちょっと残念ってこれに、ね、集約されてると思うんですけどね、うん もう新聞なんかこう、あそっかそっか、うん、それも今日ね、また、うん、逆にそれ、僕、全然反対で、あのえっ、ー、コのブログのツイートを見ててね、あのなんか国会の中継の話をキッコさんがやゆしてたんですけど、あのね、ネットはやっぱり二次情報なんだなって思ったのが半分。もう半分は やっぱりあの職業的にその現場にいる人たちの一時情報っては、だのはだからネットも現実も関係なくて僕、国会中継今回ねたまたまテレビでなんか見てるネットよりもテレビの方で情報を得たりしたりすること多かったんですけどこのビデオ流出に関しては結構あの国会でも新聞読む代わりになるようなことはちゃんと喋ってる人もいますよね。そうなるとだから ただ本当はじゃあ僕がじゃあ国会に行って傍聴すればいいのかってことになるけどそういうことができなかったらやっぱり新聞とかテレビとかを使うしかないわけで一時情報か二時情報だから明日の新聞を待ってるかどうかじゃなくてたまたまじゃらその場にいる人間がその場の真実を伝えればいいんじゃないかなってそれが僕はそれが刀を抜くことじゃないかなと思うんですけど。 結局サラリーマンじゃないですか役人にしたって <laughs>、ええ、だから刀抜いて真実言ったら会社辞めなきゃいけないから普通は言えないわけじゃないですかだから今回のね海保の人はねおまけに公務員だしこの人何考えてんだろうなってずっと思ったら一つは本当にね義憤を感じてやったかもう一つはやっぱりあね跳ね返りというかねあの資,料資料が浅かったの二つに一つだと思ったらどうも今回のビデオはあの。 中国漁船とのぶつかった映像とかなんかは結構迫力あったけど実際そのビデオの扱いから見たら国家機密というレベルの映像じゃないですよねと思いますそれで<ん>あれで見て中国がね怒るとかなんかあるかもしれないけどそのぐらいででも僕は戦争起きないなと僕僕の判断としてはそんな感じそれもあの尖閣諸島に実際上陸したり そういう話になってきたらまた次の段階かもしれないけど漁船ぶつけたぐらいはあれじゃないですかあのあの自然保護団体の船の事件と似たり寄ったりのレベルなんじゃないかな問題はやっぱりその何が起こって実際にこうど,どのご船がどんなふうにぶつかってきたかっていうことの向こう,向こう側な気がするんですけどねでも基本的にあれ、まあ、海軍上がりなんですよね。 ああのただの漁船というかやっぱりあのまあねスパイ船という人もいるかもしれないしそれなりにだから慣れた人たちがいるから海保にぶつけてきたわけでしょであこれはまあこの後と測の憶測になっちゃうけどただビデオにねあれだけ見事にぶつける映像が出てるからああやっぱり根性まあでねあの指令としてねあの 停戦にも止まらない人たち見てるとこういう人たちがやっぱり尖閣諸島のあたりで漁業をやってるちょっと普通の漁師さんではないんだなっていうのは、まあ、なんとなくわかりましたけどねあのこう。なんていうんですかね、これ大本川そのこの事件自体が、ねあのまあ、流出というところの部分ですけども、ね、YouTube というネット上で行われたわけですけども。ね でも、そのあんまりネットとは逆にね、YouTube がそれだけ新聞やテレビと同じぐらいになったんだなっていうのが、僕がちょっとネタ的に面白いなと思ったあれはほら、YouTube で流したっていうのは、ウィニーと一緒で、ええ、YouTube に一回流しちゃえば、キャプチャーするやつがいるから、どんなにこうあの国なり警察が差し押さえしようが、<laughs> 永遠にそのもう一回ネット上に流れた動画っていうのは回収できないじゃないですか。ええ だから1回流せりゃ、もうその後はどうなったって言うわけですよね、あのす,、ね、すぐに取り締まろうかどうしようかもう、えー、もう永遠にならなくならないし、えー、世界中に行き渡るし、えー、だからそれで1回やりゃ、もうそれで良かったっていうのに、今、YouTube を使ったと思うんですけど、えー、でそれで自首しなかったらバレないはずなはずなんですけどね。いや、そこはやっぱり、こうこの事件を終わらす必要があったんじゃないですか、なんか、もしかしたら。それはじゃ本人の意思じゃない自首じゃなくて。<laughs> まあ、そこはわからないですけど、うん、いや、もしかしたら、うん、どうだろう。いや、その辺はでもね、僕あんまりなんか、うん、だから。例えば、ええ、その。ツイッターっていうのは。ええ、こういう。なんていうんですか、あじゅ、中国問題に対して。ええ、ど、どういう立場を取ってました、見てて、タイムラインの流れ。うん、中国問題に限らないんですけど、ツイッターの面白いところは。 基本的には速報ただ問題はあの嘘も嘘か本当かもあるけどそこを結局やる人間たちの火消しというかさっき僕が言ったような感じで真実かどうか見極める人たちがやっぱ多いなと思いますだからあのいい感じで火消しがいるなと思いますね。何のことはない僕のねあのタイムラインの中にも僕が中国の悪口を言うとね いや、あのー、中国の人たちはやっぱり昔のことをまだ忘れてないんだとかねに日本人は物忘れが激しいんだとか言って僕に水をかけてくる人も結構いたりしてあすみません、僕はあのー、本当にツイッターで浅,浅いので質問しちゃうんですけど、ええ、いや今年の 2, 2月からしかやってないもんですから本当に何も知らないようなもんなんですけど、ええ、ツイッターで炎上したことってあるんですか あのね、ブログとか 2, ちゃん、まあ、じゃあ2チャンネルとかブログとかミクシーのレベルでいったら炎上ないんじゃないですかね。ないですよね。ないですだからストックないんですよね。炎上もストックですもんね。エネルギーの蓄積があって爆発するわけですから。うん、だからそうそう、そういったら流れちゃうんから、あのストックないのはその通りどんどん流れちゃっていくから、だから炎上するのはトゥギャッターなんですよ。だから人々がトゥギャッターを恐れてるのは。 ストックされるからですよ、ね、まあストックがないってことは、まあ、逆に言うと浄化作用も大きいと、うん、でも新聞もそうじゃないき今日ねそうテレビを見てて思ったけどあもう次の話次の話に映ってるからこれ YouTube にはまだ映像が残ってるのにテレビってのは何のことはないユース・トゥデイの三上さんが IP アドレス要は神戸の,、ね、そのネットカフェが特定されたということで。 IP アドレスっていうのやつのちょっとまあ詳しい説明ということでテレビ局に呼ばれたっていうのを自分であのツイキャスで放送したんで知ったんですけどそのところが三上さんがあの喋ってる最中に自首が出た段階でもう IP アドレスどうでもよくなっちゃうんですねそしたらまたテレビは次から今度犯人探しの方に行ってテレビってのは本当と接のないメディアだなと思ったけどそこがまた。 テレビのなんか久しぶりにねちょっとテレビ根性を見せ,見せてもらったみたいな感じがしてだからねそういう意味ではだから僕テレビも認めちゃったりするからやっぱ明日の新聞の見出しを見てまた感化されちゃったりするかもしれないけどまあでもそれも一つの感受性ですよねうんあ,のあらゆることを信じてみるっていうのも一つの生き方ですよねかものの考え方ですよね、うん、いやあらゆるものを信じるってことは何も信じてないってことに繋がるんですけどねこれは いや、これもつらい生き方だと思いますが。豆腐屋さんが無加工を歌って、ユーストリーム中継をしているフリージャーナリストの方々の存在は。どう思いますか?。とかってありますけど。どうです。無加工ってのは。どういうことですか?。あの、まあ、ダダ漏れでしょう。なんかね、<は>事業仕上げダダ漏れとか、なんかいろいろあるんですか?。ダダ漏れはダダ漏れでしかないんじゃないですか?。あの。面白いユーストやってる人たちはダダ漏れって言われ言われるの嫌いますよね。 らしいですね津田,、ええ、津田さんとかこの前言ってました僕もね、僕は単にダダ漏れてる、音が嫌で、最初、嫌だなと思ってたけど、ダダ漏れの良さを、ね、はあるなって、一時期思ってたんですよ、それはでもだ、その人間がね、さっき言ったソーシャルと同じで、人間というフィルターがかかっているから、実はそれ、もうダダ漏れじゃなかったんですよね。この徳永さんが、やはりツイッターは集合地のための道具として素晴らしいのではありませんかって。 人間れはそのは一人一人、一個一個見るといろんな間違いを起こすけども、まあ、何億とか何万年とかっていう単位で考えると結果としてあのちゃんと生き残ってきた種だしそれなりに進化してるし、うん、あの細かい目で見るといろいろ間違うけど大きな目で見ると割合にまともにま動いいててるっていう,そう,そう,そうっ炎上がないってのはあの結構、進化したネットの形態なんじゃないかなと。 思うんですけどそうかもしれません、ねうん、それででもねそ流れてたツイッター自体は何も残さないけどそこがまたツイッターとフェイスブックの違いなんだけどあの流れるやつにを逆にとどめてねあのどうこうしようってするとやっぱフェイスブックってなんかわけわかんなくなっちゃうルツボみたいになって僕フェイスブック使えば使うほどルツボに陥ってる人なんですけどその点ツイッターってのはもう流れていくから全然相変わらずルツボにはまることなくて。 ハマるのは、やっぱり外でツイッターの記事をね自分で編集したりまとめたい、ツイッターしてる人たちはあの別のところで炎上したり、ストックしてるけどそうですね、なんかあの、うん、自分の感情に素直に入れますよねだからね、やっぱりね、一時情報なんだと思うんですよ、ツイッターは。だからそこの一時情報で、嘘を言ったら、あのねそのタイムライン自体が使い物にならなくなるんですよ。 なるほどあ面白い、うん、なんかそうですね、とりあえず何でもかんでも新聞も何もかんも一回信じてみるっていうのも手かもしれませんね、それは確かにね。うんな,な,なんだんだそんな、うんそまあ僕はそういうやり方というか、というか、ね、あの、うん、面白いですね、うん、確かにリツイート侍の精神っていうのは、そういう、あのー、なんか向井かさんじゃないですけど、超、なんでしたっけ、前任説でしたっけ、なんでしたっけ。あ なんかそんなのを言ってましたけど、<laughs> あのこの前高橋さんのあのユーストリームで流れるツイートはすべていいように撮りましょうって言ってましたけど、うん、だそうじゃなかったらあれじゃんそれでみんなそうすると面白いんであの宣伝のツイートもいっぱいあるじゃないですか、はいはい。ただそうなってくるとますますその中でまたやっぱりいやらしい気持ちのツイートが浮いてくるんですよね。みんながだからどういうんだろういい人いい人なってこと本当にいい人とやっぱりいい人のふりしてるってのが。 あのちょっっと違っててそれがね、あの今ね、だから今日のツイートのオチとして君に届けっていうね今流行ってる漫画のネタを持ってきたのはね、あの今のね若い子たちはね、なんかとにかくね、まあ、うちの子供を見ててもそうなんですけど、友達にどう思われてるかばっかりをね気にしてるんですよね。それであの そればっか気にしててまた使う道具がメールだったりするから自分の中で相手にこう思われないかどうかばっかり考えてメール打ってるわけなんですよ。これはなんかそもそも神経症的なコミュニケーションの始まりになっててそれをねあのまあそういう子供たちに受けてるアニメとか漫画が「君に届け」っていう漫画なんだけど常にこれを 自分が相手にどう思われてるかみたいなことばっかり考えてる子たちが出てるんだけどこれいじめがやっぱ裏にあるんでねやっぱいじめで,でもねいじめも乗り越えてしまうのがまあ漫画の世界だといえばそこまでなんだけどやっぱりその,あの主人公はねだからその,あの完全なる性善説な子なんですよちょっと鈍いのかもしれないけどねそういうアニメが受けてるっていうのもねやっぱそういう時代なんだなと思って。 13か国っいうのはまんべんないんですか欧米、アジアもうもうオーストラリアとか全国、全世界、うん、遍なくそうそうただね,そのね、内面をね、やたらね語る漫画であることはねあの英語にしてもな何か国に直っても漫画の趣旨は同じだと思うんでそうするとこういういね、なんかオンライン事故ってのはなんか、日本だけじゃなくて結局インターネットは世の中に広まって世界中に広まってるわけだから。 こういうね、なんか内面的なことばっかりを重視するあの傾向っていうのは世界的なもんじゃないかなと思ってこのツイートを取り上げたんですよ。それはまあ一つにはこうネットワークっていうのが自分の内面っていうのをもうものすごく広げてくれるからですよね。あ、それはそうですね。ただそうは言ってもやっぱり外の世界ってあるわけじゃないですか。リアルってことですね。そうリアルはあるんです。<う>だから。 あのね、リアルが分かってたら、あんなやって飛行機で911みたいな話で、ビルに飛び込めるんですかね。飛び込めましたよねあれはやっぱりね、あ,あの人たち、どう見たって、そんな子供の頃からコンピューターで遊んでた人たちに見えませんよね、うんうん、でもやっぱり、だから途中中か,からね、やっぱりでもコンピューター使う、あのネットに限らずね、あのプログラミングもそうだし、すべてのものになんかあの正しい支障につかないで、あの事故の世界に入っちゃうと。 騙されやすいいいっていうことオウムみたいな話につながるのかなだから「君に届け」て実は怖いアニメなんだけど結果的にねハッピーエンドになってるからよかったんだけどあのそれはたまたまねいい人たちがいっぱい出てるアニメだからあや漫画だからハッピーエンドなんですけどこれ一つ歯車がね食い違うとね恐ろしい結構中でいじめがあるんですけどいじめが怖いんですよ。 あれですね、あのー、これ、いくつか出てますけど分、ええ、からないことを分からんと言ってくれないから桜侍っぽくないって、まあ、要するに分からんことは分からんと言ってもらいたいっていうのと、ええ、あと、確かウルトラ性伝説と言ってましたねって、まあ、確かにそうですね、ねこれみんな全員ウルトラ性伝説になってしまって<え>もう人を疑わなくなってなんかもうあのお気楽になってしまったらそれはそれでいい世の中になるかもしれませんね。で、もう一個その例の例自殺ユースと についいいいいててはどうう思いますす、ええ、すかかかっのがでで全然詳しくないんですよあれもおっち,ゃくちょこち,ちょいなんだと思いますあの根っこはねここと同じでオンライン事故とも結局だから秋葉原の,あの事件の、ね、人も僕思うけど全部結局直接電話でね喋ったりなんかじゃなくてパソコンの字面と自分の中でやり取りしてただけですよね。 全然ちょっと経緯も知らなく僕もあんまりよく知らないと結局、あの煽られた結果みたいな見てた人たちが、ね、何人かツイートあの皆さんももしちょっと知りたかったら検索すりゃいいんですよあのツイッターで検索じゃなくてグーグルで検索してあのグーグルのアップデートっていうやつやると今、グーグルとツイッターが契約してるんで過去に遡ってグラフが出るんですよ。 でグラフで何月何日何分頃に何件という検索結果が出るんでそれを見るとねだんだんあのどういうふうの経緯であの話が進んでいったかっていうあのね検索時系列で検索が読めるのはこれだから Google が自分じゃできなかったんだけどツイッターのおかげでできるようになったわけなんですけどそれを見てた範囲だとね朝方になってね みんな本当死んじゃった、知らなかったってのを、ね、みんなニュースとかテレビ、新聞とかニュースであの知ってツイートしてる人たちがいて、だから夜中には2チャンネル見てたんだけど、結果を知らなくて、朝になってニュースで知ったみたいな、そんな感じのツイートが多かったですね僕、湾岸戦争の最初の時になんですかあれペルシャンでしたっけ、ええ、からなんかあの、ICBM か何かでロケット発射して。ええ CNN の記者が、ええ、その発射する船の上と、ええ、発射されるバグダッと両方にいて、ええ、今、発射されましたって言って、ええ、そこから何分かしたらバグダッドでバーンとその爆弾が爆発される、まあ、あれ ICBM は核爆弾ですからあれ、まあ、トーマー・クトは単なる通常爆弾ですよね。 打つ側と打たれる側を同時にスイッチャーで真ん中でワイプであの切り離して同時中継をこうお茶の間でお茶飲みながら見れたっていうのは一つの、まあ、事件だったんですけどそれの延長ぐらいですかね、それのも,、うん、も,も,もっとちっぽけなやつですかね、うん、この輸送の自殺とかってなうのは。 関連づけていいいのか分からないけどとりあえずだから画面の中で見てると現実味がなくなるけど人によってはそれを全然現実当事者は逆に今度は普通以上に現実味を感じてしまうっていうのはやっぱり人間の想像力人間には想像力があるからそうなってしかるべきですよねだからその時にもう一つセカンドオピニオンじゃないけど別の人間の声を聞くっていうことができないのが。 やっぱりその人の？まあ、悲劇なわけですよね。ちょっと豆腐屋さんが他人の反応ばかりを意識するっていうことは、あの自分にしか関心がないということなのかなって書かれてますけど、うんまあ、まさしくそういうことですかね。そうですね。ただ。それでも見て見てもらいたいんですね。そう、ただね。そうそう、それがね。君に届けのアニメの中にもね。実は。 あの悪役がいるんですけど、ね、悪役が実はそういう子なんですよ。そういう子なんだけどだからあんまり見てもらいもらいたいがために自分を攻撃するんじゃなくて他人の攻撃に変わる子もいるんですよね。うん、だからね、それが単にナルシズムとも言いうまあ言い,言い切れなくて結局人間ってのは21日24時間しかないからその中の時間をどれだけ 自分に振りまくふに、あの、振り分けるか、他人に振り分けるかで。決まってるキャパを超えちゃってるってことで。うん、なんか、す<は>、諏訪さんが怒ってます、なんか、諏訪さんの意見を全部スルーしてるから。ええー。<笑><笑>困ったな。<laughs> まあ、もしあれだったら、あの。<laughs> 諏訪さんだったら。いや、だだそれをちょっと、あの、敏郎さんが呼んでください、なんか、僕、ええ、バカだから、喧嘩するんで、あの、呼んでください。 ね、僕のツイッターがね、須川さんの一番最初、侍って言葉に振り回されると、志村さん本人の主体性を歪めて、侍を演じることになりませんかってのが最新でいいんですかね。ちょっとわからないですね、これにお答えしますね、あのこれに関しては、僕はとりあえず演じてなければこういうユースリムできません。それででどううしょうあの いいっぱユースリームやツイキャスとかでね自分のそれこそ私生活ダダ漏れみたいな人たちがネットでいるんだけどあれもね慣れの世界は少しあると思うんだけど僕はあれはちょっと疲れるから嫌だなと思ってるんでこちらに来て侍としてやらせてもらってるからあの別にそれでねじゃあ。あの 嘘を言ってるつもりは同じ人間なんであの全然嘘を言ってるわけじゃないんだけど言い切るためにはリツイート侍の立場を借りてるっていうのが諏訪、まあ、さんの言われてる通りなんですけどただ縛られてるつもりはないですねあの単純にあの縛って縛ってみたいな感じでこのメガネもね実は伊達メガネなんですよ。僕は普通は普通はこういうメガネ普通のメガネかけてる人間なんで。 ただ気分を変えるために今みたいな伊達眼鏡をかけてあの番組に臨んでるんだけどでも皆さんはダダ漏れを見たいのかなそういう人たちはね僕はあの単に番組を作るつもりでリツイート侍をやってるんだけどこれがじゃあまたらねまたじゃあ一つ違った言ったらニュースとねテレビのニュースやラジオと同じじゃないかお前って言われたらそれは仕方がなくて。 僕もだから今日分かったんだけど、一時情報か二次情報か、真実か、引用か、嘘か以外は、あんまりもうネットだとか、テレビだとか、新聞だっていうのは、差がなくなってきたなっていうのが、今回の。いやでも、そのネ,、うん、ネットのやっぱり大きいのって、ええ、その今までやっぱりこうプロの人の意見しか聞けなかった。 もしくはそういう大きな会社が書いたも意見しか聞けなかったのを、そういうこう、まあ、街角の人も含めて、街角じゃおかしいか、一般の人がユースとして、その人が話していることなんかを自分なりにいろいろ見て、自分で判断できるっていうんですか、だだ漏れの面白さっていうのは、最初に答えがあるんじゃなくて、もうだだ漏れでしかなくて、ツイッターと同じですよね。 ダだ漏れっていうのはもうただだラ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 もう目の前にあれやことが流れていると、うん、でそこからその見る人が勝手にそれがその中からいろいろ考えればいいとで面白くなきゃ見なきゃいいしそれ見てて面白いんだったら猫がなんか餌食ってるだけのでも見てそこから何か一つ哲学生み出しゃいいんだみたいななんかそ,そういうものなのかなっていうその番まあ際どいんですけど番,番組じゃないところっていうのは一つ重要かもしれないですね。 まあ番,番組っていうのはその答えをも、うん、持たない番組であればそれでいいんですけどね、うん、でも朝,朝まで討論,、うん、討論会にしたって、わけでしょでもねあの、僕はさっき言ったトギャッタなんかやってるとね、やっぱりね、中身のあるダダ漏れと中身のないダダ漏れっていうのが、要は、あのつだるってあるんだけど、つだ,られ,つだれるねあのダダ漏れっていうのは、実はダダ漏れじゃない。 感じもするしそれは見てる人も、ね、あの問題なのかもしれないけどだからそれを意味のあることを見る人は自分の中で自分の番組作ってるわけでしょやっぱり面白いですよね、うん、いや本当はあの昔小林秀夫が「ね、質問のた時間ですと」と、ね、でもあの質問は受け付けるけど、ねその「私はどう生きたらいいでしょうか?」みたいなそんな質問はそれ質問じゃないから。ね あの人生相談みたいなのできないと、うん、あのちゃんと質問ってのは難しいから自分の中の質問ってのを考えて整理して質問しろよってそう,そ,うそういうと誰も質問してこない、うん、そうそうやっぱりだから <laughs> あのねそう僕も最近やっと分かったんですけど人の話あの聞き上手ってのは耳がいいとか話の要約ができることじゃなくて相手の理解力なんですねやっぱり。相手が言いたいことを理解,理解できる能力が聞き上手みたいなんで。 やっぱ頭良くなないとダメなんですよそれでねあのこのツイッターの一番怖いのがね実はリツイート侍のリツイートってのは言いいえってみようだなと思ったけどトギャッターやときに一番邪魔ななるのがリツイートなんですよこの人たちは何のためにリツイートしてるのかリツイートっていうのはだから非常に分かんなくて非常に機能主義でボタン一つでできるんだけど逆にねあの「t o g e ってツールは一発でリツイート全部削除することもできるんでリツイートっていうのはね あのー、不思議な行為ですね。あ、なんか徳平さんが、ええ、あのー、今時の戦争ってのはほとんどフィクションの世界になってて。ええ まあそこで本当に人が死んでるかどうかなんて、あんまり重要なポイントでなくなってるっていうんですけど、えー、だから戦争しちゃだめなんですよ。いや、これね、<laughs> えー、前にね、そのネットとかない時代に、えー、あがた森生さんがね、えーその、映画に出てて、えー、演技してるときの方が、えー、なんか自分が生きてるって感じがするって言うんですよ。えー、うん、そう思いますよ、だから、えー、コメントしないでリツイートしてるやつなんて、ツイッターやめろみたいな世界があるもん。<laughs> いや、そんなことないと思う。いやだ。からそこのバーチャルとリアルっていうのがですね。<laughs> その演技している時の自分の方がより自分らしさを感じられるっていうのはそれすごくわかるんですよね。<laughs> でも、それは言葉もそうじゃないですか。やっぱり自分で文章をあのやっぱり魚影でもね。賛同でもね。一言書くツイートと単に rt。なんとかって、もう公式リツイートしてるだけのツイートでは？ あの参加意識が違うと思いますねだからその三回意識じゃないかなやっぱその生きてる感じがするとかいうのが。うん,なんかこうもともと映画とかっていうのもネットと同じような仮想現実じゃないですか。えー でもあれはやっぱフィルムとかすごいお金がかかって8ミリですら3分間5000ぐらいかかったわけですよね、えー、でしかも撮 <laughs> ったってですねあの現像から上がって見るまでにこう何日かかかるわけですよ、えー、でとてもリアルタイムにはできないでそれが今も本当にウェブカメラがあればですね誰でもその仮想の世界に入って生きられるわけですよねでもねそこの、ね、仮想にも程度があってだっさっきその私生活ダダ漏れってのはね 美しくないないって思うんですよあの今回もこのスタジオでね番組の切り替えの時まであのカメラが映してるとね僕はあんまりそれ好きじゃないなってのが古い人間なのかもしれないけどやっぱりちょっと綺麗なところだけ映してほしいっていうねのが古い人間なのかな <laughs> それ見なきゃいいっていう判断はないんですかうんでも目に入ってくるじゃんみたいなここに例えばスタジオにいたら目に入ってくるじゃんみたいな。 いやそうそう僕ねだから最初はあのなるべくねあのスタジオに来たくなかったしあのツイッターとかなんかでもねなるべく中の人っていうのがじゃなくて外の人でいたかったんですよねそうじゃないとなんか美しくないもんまで見ちゃうかなみたいな気がしてて、うん、でもあのー、いわゆる、ええ、その仮装と えー、リアルの違いの一番分かりやすいのって美しくないとこですよね。そうですね,そう,ですね,ねうんこしたりね、お鳴らしたりね、口開けて寝てたりねだからさっき、ね、あのさっきだけじゃなくて、先週あ昨日もそうだけど、山中さんが一生懸命あの、よしえちゃんの足を取ってるのは、あそこに仮想現実を見てたわけですよね、目の前のよしえちゃんに対して。僕はあのネットを経由で、自宅でね、あの,昨日の T あのツイートジョッキー見てて、画面で見てるのとリアルで。 あの見てるんと違うわけだけどでも美しい足をリアルで見てても仮想現実に入れるわけですよねこの豆腐屋さん僕豆腐屋さんばっかり取り上げて申し訳ないですけどこ私小説なのかなって書いてますけど死小説っいうのはまさしくユー、ええ、ストリームの自分あの例えば、ただいおさまにしたって、ええ、自分がどれだけ人間失格ですと。 もうこんなにだめなやつなんですっていうのを小説に書いてみんなに見てもらう文化っていうのはまあよく知らないですけどどうも日本が一番発達してるらしいんですよだから日記,、ねまあ、日記文学みたいなミクシーみたいなやつはやっぱり日本的でだからフェイスブックで、ね、あの女性が戦ってるのを見てねあやっぱアメリカやっぱり名前公表の、ね、アメリカだなーなんて思って感心したからちょっと取り上げたんですよ。でもねね僕はあの話ままだそれますけど、ねえー Facebook もねねですね <laughs> ストックはないです <laughs>、えー、いくら写真貯めても<ー>結局なんか昔の写真にたどり着くのに<ー>もうなんか 10, 10回も20回もページめくんないといけなくてあ,<ー>あのミクシーみたいに何月何日の日記とかっていきなり3年前の何日に <laughs> 飛べないんですよ。け<ー>結局なんかたまってはいるんだけどそれはもう永久にこう押し入れの奥に積まれた荷物であってあ<ー>あのもうな,ないのと同じなんですよね。 消されててないっだから人生を美しくするためにストック文化っていうのは流行ってきたはずなんですよところがそこの手垢についたストック文化を忘れちょよりもちょっとリアルタイムのね生々しいものがあのちょっと受けたから世の中はどんどんそっちのリアルタイムの方に来てるんだけど。 リアルタイムにあの美しく処理するだけの能力は人間にはないんじゃないかな <laughs> そうかもしれませんね,ね特に自分で分かんないから人に説明してもらわないとだめなことがいっぱいあるわけじゃないですかだから人の説明を返してもらうとやっぱりタイムラグが発生するわけなんでだから人間がねちょっとわがままになまあ現代はわがままになってますよねノートパソコンをなんか 小さ,い小さくて持ち運びができるのがいいと言いながらでも人間の手の大きさっていうのは決まってるからキーボードの最低限の大きさっているわけじゃないですかその結果今回のアップルの薄っぺったいノートパソコンが今の一つの回だと思うんだけどあれがまたベストっていうふうなわけでもないだろうし人間わがままになってるだけじゃないですかねまあわ,わがままでもそれを可能にしてるのがまた現、ね、技術とか でも1日24時間しかないんだよね。やっぱりだから、山中さんの写真が整理できないっていうのは1日24時間しかないということと、やっぱり人間年を取っていくということと、永遠にあの例えば永遠に18歳だったら facebook っていうのはすごいことになるかもしれないね。まあ、ああのまた話を戻すと、<laughs> そのやっぱりリツイート侍僕。やっぱり敏夫さんにやってもらいたかった。っていうのは、ええ、その自分自身も、ええ、そのもう。 し死んででいくから、ええ、その最後にですねもう一回こう侍っぽくかっ,かっこよく切り刻んで見るみたいなっていうのをまあ思ったんですけど、まあ、そうはいい<も>かないですよね,やっぱりねそれはね<あ>本だったらできるかもしれないけどねネットメディアだと無理かな。てかこういうリアルタイムの問題じゃあ僕が今は結構だから巣,、まあ、巣に近い形で喋ってるわけですけど。 そうですよね気違いですよねこれでその切り刻んだらね。うんっていうか当然敵が出てくるでしょうでもその敵だってやっぱりネットサムライ2号を作らないとやれないですよねなるほど、うんうん、だからね僕はあのどういうんだかなだからね自分を逆にあの安全な位置に置いてるあの考え方なのかもしれないけどやっぱり。 ツイッターーは、ね、ニュースなんんだと思うんですよあのさっき言った流れてく情報ってのはねツイッターはあくまでもソーシャルネットワークでもな,ないし、まあ、掲示板言っても2チャンネル的なものでもな,ないしツイッターはやっぱりねあのニュースなんだなみたいなのを、えー、とこれもねいやらしいけど本の自分でこういう本をあのアップしてもらえますか <laughs> これね、もう告知なんだがなんで本の宣伝しないのって出版社さんに言われるそうで先週も持ってきてやらなかったんですけどねこんな感じであのね自分で僕がツイッターを紹介するとなるとこういうふうにねこっちかタイムラインにはニュースの見出しも並ぶみたいなねそういう切り口であの。 ツイッターを僕は紹介あとブックマークであるとかねあのニュースまあメディアであるみたいなそういう扱いでしか僕はツイッターをあの人には説明できなくてこういうパソコンのこれ入門書でもうじき出るんですけど最近はね Windows からサブタイトルで Windows から7からツイッターへみたいな話をまあタラタラ 書いたんですけど最初の方はねあのパソコンの基本的な操作みたいのがあってちょっと買ったり,ったりするんですけど何のことはない Windows7 が出た時の企画をねタラ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 やってたら Twitter とかそういう話を入れた方がいいよみたいな話になってやっと日の目を浴びるんですけどところがね Windows の話ってのは全然1年間もう書き直すことがなかったけど Twitter の話がどうもまとまんなくて。 いろいろやってるうちに、あのー、どん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 ね時代は変わっちゃったという感じでそれでも「ポケットカルチャー」ってまたなんとも面白い言葉ですね、まあ理工系の出版社だからやっぱり何だねっていうか <laughs> <laughs> なんともまあも,ものすごい言葉ですねただねあのカルチャーがね<ん>山中さんがガロとかやってたああいう あのだから今ね話しててねあのそのうち山中さんに呆れられるかなと思うけどねあのね人文系のね文化ってのはすんごくどうでもいいようなことをでもすんごく議論するじゃないですかどうでもいいことなんて言ったら怒られるかもしれないけど僕もそういうの好きな人間好きな部分は好きなんだけどあのどうでもいい部分 みたいなところもすごくみんなこだわってるなというところがあの非常に逆に羨ましいというかあの今のね若い人たちは役に立つことしかカルチャーとして認めないよね。これもねなんかね SE の人が読むんですってあの Windows の使い方を。笑っちゃうんだけど今ねあの入社の募集で WordExcel を使えることみたいのが例えばあのあの 求人雑誌とか出てるんだけどあれもエクセルで何ができるとかワードで何ができるとかを求めてるんじゃなくてとにかくエクセルワード触ったことがあるんですかとかもしくはキーボード触ったことあるんですかみたいなレベルでも結構採用された,ったりする話をよく聞きますねまあ今はねそんなにあの求人甘くないかもしれないけど。 ただ、それ以前ね自分がどんなに難しいことを考えててもワープロ1つ打てないとみたいなところがあるみたいでワープロ自体がポケットカルチャーなんですよただそのワープロで何を打つかっていうのはあんまり意味がなくてなんかそのカルチャー・コンビニエンス・クラブってねあのツタヤやってるところがまあまあその 糸井さんとかまあ南さんとかの辺りのおもしろすぎみたいなそのカルチャーってものをもっと楽しもうよみたいなところから始まったまあこれ80年代文化っていうんですかね70年代生まれのでそれがこうまだうポケットカルチャーっていうのはまさしくその時のノリのまま生きてるんでなんかこうちょっとある種のこうあの 感動っていうかですねな懐かしさをこう感じていま、うん、ああだにそう,そういうノリっていけるんだと思ったんですけどもうちょっとそれその本いつ発売でどこからいくらで出てるんですかこれはね、えー、と奥付けというところがあってねお面白そうじゃないですかなんかいやどうかな僕 <laughs> <んな S 3> 的には <laughs>、うん、あの半分は Windows の話だから ねえそんな Wind Windows7 は僕はまあおすすめ Vista がひどすぎたからンはいいなとは思ってるけどやっぱり Windows95 から根本的なところは変わってないですよねそれはそのとりあえずその本を一冊読むとうんあのパソコンが使えてツイッターも使える <laughs> と,とりあえずこうご時世には、うん、まああの まあ今の話題は全部ついていけるなるみたいなそうですね、一応あのだから読、読んどけばね、一応、文字が頭に入れば、一応話にはついていけますね、だから、ワードとかエクセルも説明しなくて、グーグルドキュメントを使おうみたいな、まあ、G メールとグーグルドキュメントを使おうみたいな構成になってますから、なるほど、うん、一応、クラウドまでいってるわけですね。てか、クラウドから今度入るんじゃないですか、みんな、僕も今日の資料は。 だってワードとエクセルで文章を書いてきてもこちらでプレゼンできるかどうか分からないけしパソコン持ってこないとだめみたいな気もするけどやっぱり今こういうね iPhone1 個で世の中渡っていきたいみたいに怠け者的に考えてる僕にはクラウドしかないなと思ったら若い人たちも多分そうなるんじゃないのかな。なるでしょうね、うん いや今は本当何回も言ってますけど映像でも写真でも、うん、あの自分でもってことなくなるんですもんあのクラウドに残しておくと残るんですよなんかこういうユーストリームとかそうですよだから、ええ、それがね悲しいかな昼間も陳さんのブログに書いてあったんだけどハードディスクが私はクラッシュすることが多いのかもしれないみたいなこと書いてたけど クラウドに置いとけたらクラッシュしたら人のせいにできますもんねや。例えばね <laughs> 現実的に僕こういろいろかかね昔からいろんなことがあって、ええ、でそのいろいろ電話番号も何もかも変わってくるじゃないですか。ええ、でホットメールだけは未だに最初から残ってるんですよ。ホットメールですか。ホットメール。なままだホットメールドットコムの時代ですから。うん、Windows95 が出た時に。でもそれ偉いですよ。あのホットメールってなんか三ヶ月ぐらい使わないとあの。 いやあの無料会員はそうですけど金払うとずとずっ残るんですよ,ですですよ僕、ホットメールも持ってるけどねやっぱり G メール使うようになったら使わなくなっちゃってある日、たまたまホットメール見に行ったりするとはい、最初から全部手続きしてくださいみたいになってて。 昔はホットメールが唯一でしたからヤフーメールもあったかなだただねホットメールってなんか今はだからありえないんだけど、うん、今のだから G メールのベータ版なんてすごくいつかねあの要はホットメールおあのユーザーが増えて重くなっちゃったじゃないですか一時期一時期というか MSN が始まる前後ぐらい始まった直後ぐらいかなあの重くなったから僕ホットメール使わなくなったんですよ。 それでね g メールもいつか重くなるだろうなと思ってけいあの警戒しながら使ってたんだけど g メールはまだ大丈夫だっいうのがグーグルを信じてる唯一の理由ですけどねでも一番びっくりするのって YouTube が <laughs> とっても重かったじゃないですかそう,、うん、そうですねそれがこの Ustream ってものすごく軽いですよね。 そのハイビジョンの画像が別にこうくるくる回ること少ないですよね、YouTube なんかと比べたらはるかにしかも3時間とか撮れちゃうわけでしょうしかも無料であの YouTube なんて10分の動画アップしたら1時間ぐらいかかりますよ見えるまでそそうそう見えるまで,、ね、<laughs> でもユーストリームこれ今終了したらすぐ見れるんですよね、5分ぐらい後からでもそれってやっぱユーザー数がまだユーストリーム少ないんじゃないですかいやー システムが違うと思います、ねああまあ、システム違うし当然そういうこと考えてるんだろうけど、ええ、見る人要は上げる人がユーストリームは少ないんじゃないかなって僕思うんですけどね。いやあのー、結局ユーチューブがなぜ遅いかっていうと、ええ、再エンコードするからなんですよサーバーで。何種類かの改造とかユーチューブ自体のコーディックに変換するんですけどユーストリームの場合はユーストリームのサーバーに あった放送であのフォーマットで放送しなさいよって決まりがあるんで、えー、そ,そのままできるんですね、あのサーバーに。うんうん、で、まあその、中川さんに聞いた話では、ハードディスク代なんか大したことないらしいんですよ、まあ、全体のコストから見ると、うん、配信代の方がよほどすごいと、はあで、そのものすごく徹底的に圧縮してるじゃないですか。えー これ H264 の 500KBPS ぐらいだと3時間やったってたかだか100メガとかそんなのなんですよね。うん、そ,うそうなるとなんかもう全然こう大したことがないっていうらしくて、うん、その放送コストと比べるとですよね。あだから放送コストが、まあ、それは UStream の放送コストですね。うん ままあまあすみません、話そするとかもしれませんけど、いや、確かにそうでしょうね、これからはもうクラウドから始めるっていうか、そう,そうですよね。うん、だから、それがまあこの本の売りなんだが、結果的にそうなっちゃった感じがして、だからマイクロソフトがね、真面目にクラウドに取り込んだら、またちょっと面白くなるかなとは、実は思ってますけどね。でも、クラウドとさっきの仮想現実ってうのはどうですか,あの、ね、だから 僕は最後あのこの前ねあの「ブレードランナー」結構この番組やったおかげで僕もいくつか発見があって思いつきで言った言葉が実はあのー、あのー、言えてみようだなって思ってるのがねこの前「ブレードランナー」は新生風景だから古びないみたいなね話を、あのー、自分で言っててああそうだったのかって後で思い直したんですけど。 だからクラウドであろうがそのさっきの,まああの全て結局人間ってのはだから相手の対象と自分との要はリアルと内面との距離を自分の責任でもって考えていかないと困ったことになる生き物なんじゃないですかね。僕だツイッターーーででもでもユストリム だからそれぞれなんかちょっと距離感の取り方が違うんだけどああやって私生活ダダ漏れやってる人たちとは僕なんかじゃあちょっと距離感違うんだろうななんて思ってるしこういう番組やってもやっぱりんミイラ取りがミイ,ラ取りミイラにならないようにしたいなと思いつつ眼鏡変えたりしてるんですけどね。いやなんかあのー ちょっとまあ遅くなってきたんでこれ以上やると見てる方にね迷惑な慣れですけどあの勝手に僕の意見言って申し訳ないですけどいや今日面白かったですよなんかあのと,とりあえず向谷さんのウルトラ性伝説じゃないけど新聞も何もかも一回信じてみちゃおうっていう。 むしろね、心閉ざさないで、何でもかんでも食ってしまったほうが、あこれ食ったらやっぱり体、お腹壊すなとか、下痢になるなとか、いくつになってもバカなことし続けると、子供みたいに何でも口に入れてみると、とりあえず、学習能力ないほうがいいぞと。いや、学習能力はあるんですよ、だから食わせりゃ覚えるんですよ、逆に。人間はやっぱりほら、ふぐでも食ってきた人類だから、 食えば覚えばるんですよ絶対僕そんなに人間はバカじゃないと思うんだなだからあの機械みたいになってるのはそういうのがいいって思ってるから人間がそうしてるだけだと思うんですけどね食わず嫌いですよじゃあその辺は自主のお題に自主 <laughs> はそうですね家庭用ビデオのと YouTube の辺りもねやらないとダメだと思ってるんでなんか引っ掛けられるかなという感じで。 いやあのー、まとまらないで続くいつまでも続くのがリツイイートダムライあそれでよろしいんですが、ね、<laughs> だから、ね、ちょっとねあの期待されてるものとね自分のなんかでも結局自分がやりたいからこうやってるんじゃなくてこれしかできないからやってるんでお許しいただければ。 お,お許しというのはやっぱり白いって言っていただければまた来週もこの時間に長生さんじ,ますじゃあ来週に続くっていうことでまたありがとご視聴の皆様ありがとうございましたまたなんかちょっとツイートを拾うのが先週よりは拾いましたよねはいねありがとうございましたありがとうございましたさよなら音切ります